生編、4日目は、昭和の循環急行のルートをたどる乗り鉄旅です。盛岡駅からは、かつて山田線、釜石線、東北本線を回り盛岡に戻る、急行外山号が運行されていました。また同ルートを逆回りする、御用号がありました。循環急行は昭和時代に全国各地で運行されていました。複雑なルートに柔軟に対応できるディーゼルカーならではの特性を生かした、まさに全盛期の国鉄時代を象徴する効率的な列車運用でした。スタートは、この8月に改造のため一旦引退する、ハイブリッド観光列車、リゾートアスナロ車両で運転された、臨時快速三陸トレイン宮古号です。宮古からは、2019年3月、震災からの復旧時に JR から移管された三陸鉄道リアス線に乗ります。釜石からは、指定席車も連結されている、快速。浜ゆり6号で、花巻経由で盛岡に戻ります。盛岡からは、4日間のフィナーレにふさわしく、JR 東日本のフラッグシップトレインといえる新幹線、こまち、はやぶさ、並結列車で帰路に着きます。駅で上り列車の方を一周ため停車をいたします。
アテンションの際はドアを開きません。あらかじめご了承ください。それではこれから走行いたします久坂井峠についてのご紹介です。列車はこれから標高744m の高原の駅久坂井駅を目指して山田線最大の難所25パーミルの急勾配を登ってまいります。この25パーミルの急勾配は 1000m 登るごとに高さが 25m 高くなるという、各地へ山田線は僕は先ずっと25パーミルの勾配をひたすら駆け上がってまいります。なお途中2016年3月26日に廃止となりました大志田駅、浅岸駅がございます。この2つの駅は1982年まで垂直爆方式の駅で、列車は急勾配を折り返しながら運転をしておりました。付近に民家は少なく、鉄道ファンからは秘境の駅と呼ばれておりました。現在ホームはございませんが、駅跡地の進行方向右側に設備係員用の小屋がございます。また浅岸駅跡を通過後に電気がついている長いトンネルがございます。このトンネルは第一飛鳥トンネルといい、全長2264m と山田線内にある55個のトンネルの中で最長のトンネルです。以上、久坂井峠についてのご紹介でした。お待たせします。まもなく列車が久坂井峠を上り、久坂井駅を通過いたします。久坂井駅は標高744m と東北で一番標高が高い位置にある駅です。駅舎は進行方向左側にございます。また久坂井駅通過時から左側に見えます山は、久坂井高原のシンボル、標高 1.5m の兜明神岳です。山頂の岩が兜に見えることからその名前が付けられたと言われております。東北百名山に選定され、裾野には白樺林と草原が広がり、ハイキングコースが整備され、子供から登れる山として人気です。久坂井高原通過からしばしの間久坂井高原を走行いたします。次のトンネルを抜けますと、進行方向右側に大峠ダムというダムがございます。生い茂る木々の間からわずかではございますが、大峠ダムから落ちる時はご覧いただけます。以上、平和についてのご紹介でした。このトンネルを抜けますと、進行方向右側にダムがご覧いただけます。
お位置に停まります。ブランク照明、お位置。次に停まります宮古駅は2019年 JR 山田線宮古釜石間が三陸鉄道リアス線として移管されたと同時に JR 東日本と三陸鉄道の共同使用駅となりました。駅舎は山田線が1934年に宮古まで開業した当時の姿から変わらない木造駅舎で、駅には人気の立ち食いそば屋が入っております。駅周辺には宮古市役所や三陸鉄道のシェロ基地があります。また宮古市を代表する景勝地として平成24年に国の名勝に指定された浄土ヶ浜がございます。ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。以上、宮古のご紹介でした。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点宮古です。3番線到着方面口行き0番線13時54分の連絡です。本日は山田線臨時快速三陸トレイン宮古号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様、山田線の旅お楽しみいただけましたでしょうか。
近隣施設釜石ラグビー部は日本ラグビー史上前人未到の日本選手権7連覇を達成しました。駅の隣に立つ釜石宇野住まい復興スタジアムはラグビーワールドカップ2019の開催によりラガーマンの選手として奇跡の希望の光となっています。次は恋の峠、愛の浜、両一、両一目のベースとオーバー、両一。Passengers are riding here, please exit the bus door on the left side.ありがとうございます。釜石線快速浜入り6号花橋回りの森岡行きです。この先小佐野、マスクラン、岩手上郷、大野、増沢、宮森、土沢、新花巻、花巻からは東北本線に入り矢幅、終点森岡の順に停車いたします。その他の駅には止まりませんのでご注意ください。到着時刻をご案内いたします。次の小佐野には14時23分、松倉14時27分、岩手上郷15時1分、東野15時9分、増沢15時22分、宮森15時36分、土沢15時50分、新花巻15時57分、この列車のドアは自己監視です。通りの際はドア横開けるボタンを押してお降りください。次は小佐野に止まります。
次は増沢に止まります。
次は土側に止まります。新花巻に止まります。次は花巻に止まります。